この動画は正直言ってまともじゃない連中による非日常的な作業が繰り返されてるだけの茶番に近いものが含まれています。そしてゆゆさきがやっとマイクラのことを思い出してくれたので、冬休みの間にきっちりストーリーを進めると言ってるが信じていいのかわからない。そんなキリサメマリサの物語です。注意事項ってこんなんでいいのか？いや、なんで俺を見るんだよ。てかそろそろ新キャラとか出さないの？というかね、多分字幕だけじゃ誰が話してるのかみんな忘れてるよね。新米魔術師の朝は早い。どうもキリサメマリサです。とりあえず研究の進め方は地味にだけど教えてもらったのでコツコツやっていこうかな。なんかいろいろ買っていくとビスってこんなに溜まるんだな。ただ、これからもずっとモンスターでビス集めていくのは正直しんどいんだよな。確か魔導学の項目にオーラ武士からビスを杖に充填するものがあるとか言ってたような。訳すると杖充填台、これだな。いつも通り研究ノートを。うっわ複雑、まあ、簡単に行くとは思ってなかったけどな。基盤は力、オーラ、交換、そして魔法だな。まずは力とオーラを結ぼう。お互いに魔法の層と繋がったはずだ。よし、まずは一つ目。で、このことから魔法も簡単に繋がるんだな。で、最後に交換の層だが、交換も力と共通する層からできてるんだぜ。そう、秩序だ。よっしゃ、できたぜ。と思ってた時期も私にはありました。おい待て私聞いてないぞこんなもの。神秘の作業台で万事解決じゃねえのかよはめやがったなパチュリーめ。しかもまた私の知らないアイテムだよ。どうしてくれんだよ。という感じで同じように充填台関係のアイテムを研究するも、マリサの前に立ちふさがったのはやはり祭壇であった。なあマリサさんや、冒頭のあれは何だったんだ？ん？ああ、研究中にもうもううるさいから燃やした。あそこまで繁殖させるのにどんだけ苦労したと思ってんだ。いや犯人お前かよ。研究室で寝てんだけど夜中ももうもううるさくて眠れねえんだよ。すみませんでした。というわけで今は学校予定地を整地したところの鉱石類の採掘中だぜ。もちろん整地作業は、俺が一人でやってました。まあこういう地面に石炭があるのならまだいいんだ。そういや京葉先生やつづみちゃんは呼ばないんだな。まあ、あの二人を呼ばなかったのには理由があってな。まあ、俺だけ呼ばれたってことは重労働なんだろう？そうだ、一応今画面に映ったんだけどな。ああ、警告ですか。今度はここを埋めろと？いやいや、さすがにそこまでやらせるつもりはないんだ。軽く調査した結果、この警告な、三つの警告が繋がってるんだよ。すっごく、大きいです。パチュリーと話し合った結果な、魔術学校には地下が付き物だということで一致したんだ。なるほど、その地下を俺だけで作れってことですね。わかります。なんでそこまでネガティブなんだお前は。だってさ、こういうのって大体俺一人だけじゃね。今回はこの渓谷にある資材を手分けして取っていこうぜっていうことにしたんだが。なるほど、で、資材を取り尽くした後にこの渓谷を学校の地下施設に改造すると？よくわかったな。いや、わかるでしょ。というわけで渓谷に降りてきたんだぜ。そういやさ、なんでこんなに松明があるんだ？それはな、パート2で洞窟探索したろ？ぶっちゃけるとかなり遠回りになるけどあの洞窟とここさ、繋がってたんよ。で、ここに松明だけ置いて帰ってきたと？はしごをかけてここを登って帰ってきたんだ。今回はそのはしごを使って降りてきたんだ。一階上に上がって別の洞窟の入り口に来ました。ここには何か？繋がってる別の渓谷への最短ルートがあるんだぜ。
鉄や石炭、基本的な資材がたくさんあるな。この鉄もただ精錬するんじゃなくて、魔術を使って増やしていこうと思ってるんだ。結晶編もあるし、魔術の研究もはかどるな。とりあえず今回の探索を途中で区切ってパチュリーに神秘の祭壇について聞かないとな。そういやちょっと聞こうと思ってたんだが、高橋くんの英検パチュリーの研究室の建築はどうなったんだ？まあ、今回の動画にちらっと映ってたから出来上がってるのはわかってるんだがな。あ。うん、あれね、実を言うとさ。うん。家を丸々パチ先生に乗っ取られたんだよね。はい。使い心地が良いとか、私の部屋よりも広いとか、いろんなイチャモンつけられて追い出されました。私の家にあるあいつの部屋どうするんだよ。もう本棚とかいろんなもの置いてあるんだけど。というかさ、じゃあ高橋くん今どこで寝てるのさ。ここ。ちょっと待て。なんだよこれは。ウプ主が他のゆっくり実況で見つけた斜面モッドで作ったテント。あ、そうなのか、寒くないのか。きっと神樹様が守ってくれるさ。その対価にお前を供物にするけどな。いや、高橋くんは供物にできるほど記憶ありません。うるせえよ、てかウプ主いたのかよ。ちなみにウプ主はユーナちゃんが好物です。好物とか言わないでくれます？それでキメイマルさんにどれだけ怒られたことか。イツキちゃんも好物です。悪かった。放置してたのは本当に悪かった。だからそのいじめやめてください。ちなみに黒目でもいけます。赤目は全巻買いました。で、結局お前は何をしに来たんだ？ちょっと人手が欲しいと耳にしたので、助っ人を連れてきました。ああ、私を元の世界に連れて行くっていう選択肢はないのね。だって簡単に返しちゃったら話が面白くない。そんな理由で今まで私を放置してたのか？高橋くん、もっとウプ主をいじれる変態ネタはないのか？変態限定なんですね。変態ネタにはならないけどさ。変態じゃないならいいや。せめて話だけでも聞いてください。現在ウプ主がクリスマスにオメガルディでヒンバスを GTS ばらまきするって話が進んでるんだけどさ。それに EV が追加されるかもという話が浮上したんだ。どうしてまた？厳選してたら 4V まで出来上がったので5V ができたら、2匹残してたの EV を交換に出そうかなという結論に至りました。ほうほう、それはミラクルじゃダメなのか？先日ミラクルをやったらヒンバス出したのに対してケムッソが来たのでブチギレました。おい、ここでポケモンの話長くするのもあれだから今回はここまでにしよう。